んにちは。あ、こんにちは。どうも、ユタカミカエルマリアカメガヤです。今回は、アーティサンズ北鎌倉で個展をさせていただいております。このような絵の展示になりますね。で、今回のタイトルは天国に至る道というタイトルになりまして、キリスト教の抽象画を描いております。あと、それにプラスして僕の作ったキャラクターの展示もしております。彼の名前は芸術丸くんというんですが、まあひよこのような感じの可愛いやつです。はい、よろしくお願いします。まずちょっと質問が少しあるんですけれども、どういうきっかけで絵を描かれるようになったんですか？もともと小さい頃から絵を描いてまして、ちゃんと絵を描こうかなって決意したのは小学校3年生の時です。それは世田谷美術館が当時できまして、それが30年前ほどですかね。その時小学校のスケッチ大会がありましてね、それで特選を取りまして、世田谷美術館に飾られたことが、目覚めたきっかけですね。で、その後中学3年生まで3回ほど美術館で飾られたことがありまして、担任の先生が美術の先生ということもあったので、もう美術で行こうと小さい頃から決めてました。はい。今はキリスト教の抽象芸術をされているのが主だと思うんですけれども、それはなぜですか？私はもともとクリスチャンではなかったんですが、30歳の頃に洗礼を受けてクリスチャンに突然なったわけですけど、もともとは抽象画をやっぱり描いてたんですが、それは心理学のロールシャッハーっていう図形を利用した絵を描いてたんですよ。で、30歳になってキリスト教に目覚めてから、それがなんだか十字架なんじゃないかなと、自分の描いてたものが、それに気づいてキリスト教抽象芸術っていうのをちょっと提唱して展開しているわけです。はい。これはどのような手法で描かれてるんですか？これはこの絵ですけど、これは紙を板に貼りまして、そこに水彩絵の具で着色して、でそこにこういう写真を、コラージュっていうんですけど、写真をコラージュさせましてね、貼って、枠線をつけて私は表現してるんですけど、それに最後に白い線を入れたり、こういう霞んだところを入れたり、スプレーで入れてるんですけどね、そういうふうに全体を仕上げて1枚の作品にしてます。なるほど、分かりました。ええ、ありがとうございます。はい、どうも。